ここでミニゲームコーナーをやっていこうと思います。ここでやるゲームはまだみんなにも話してなかったんですけど、事前にみんなの親御さんにみんなの短所と長所、直してほしいところといいところを聞いています。それで、これ今から読み上げた長所短所を聞いて、それは自分のことかなと思ったら挙手してください。手を挙げて。ルール分かる？短所、わがまま。長所、理解力に優れている。理解、はい、これは私が自分のお母さんに聞いた長所と短所でした。今練習ね。はい、はい、じゃあ本番いきます。はい、いくよ。短所、優しくて面倒見がいい。あ、ごめんなさい、長所、ごめん、長所、いいところね。優しくて面倒見がいい。短所、直してほしいところ、すぐに忘れるところ。自分かなと思ったら手挙げて。はい、はい、じゃあ正解は七瀬ちゃんでした。七瀬ちゃん手挙げて。優しくて面倒見がよくてすぐ忘れます。はい、お母さんからメッセージもらってます。いつも我慢ばかりさせているけど七瀬がいてくれて本当に助かっています。ありがとう。どんどんダンスも上手になってきて嬉しいね。とっても可愛いです。これからも頑張ろうね。はい、じゃあ次いきます。長所、明るくて元気がよくて優しいところ。短所、飽きやすいところ。一人だけ。はい、行くよ。正解いくよ。正解はひよなちゃんでした。ひよなちゃん食べて。ひよなちゃん、ひよなちゃん食べて。はい、ひよなちゃんでした。お母さんからメッセージもらってます。初めに習った時よりダンスがとても上手になったと思います。これからもいろいろなダンスを披露してくれることを楽しみにしています。はい、じゃあ続いて長所いきます。誰とでもすぐ仲良くなれる。面倒見がいい。短所、すぐ泣く。はい、正解です。お母さんです。はい、お母さんからメッセージもらってます。即興ダンスが得意のももかはステージでウィンクをしてみたりダンスに余裕があって楽しんでるのが伝わってきます。どんどん上手になってきて選抜に入れるのを楽しみにしているよ。これからもみんなで仲良くしてね。はい、じゃあ続いて長所、誰とでも友達になる、のが上手でマイペースに自分の道を進んでいく感じはすごいなと思っています。短所、片付けができなくて部屋はもちろん汚く、どこにでも物を何でもなくすことが多いです。片付けができるようになってほしいな。はい、正解は梅ちゃんです。梅ちゃん片付けできないですぐ手上がったね。はい、じゃあメッセージ届いてます。4歳からダンスを始めて今でも楽しんで踊っていることをすごく嬉しいです。最初はこんなに長く続けられると思っていませんでした。だんだん上手に踊れるようになり今後ももっともっと上達していくのを楽しみに応援していきます。はい、じゃあ次いきます。長所、明るくて元気。短所、人見知りで神経質。いない？
チャレンジする気持ち、素直な性格。短所、すぐに怒る。はい、これはみちかちゃんでした。It's time.